今日最初はシルクに触れてその魅力を知ってもらおうというニュースです。高級品として長い歴史のある絹糸シルク、そんなシルクを身近に感じてもらおうと愛知県の専門店が高知市で出張販売を行っています。全国各地を回りながら出張販売を行っている長谷川商店は、愛知県でシルクをはじめとする天然繊維を扱っていて、海外の高級ブランドにもシルクの糸を販売しています。会場ではシルクを身近に感じてもらおうと、ストールやぬいぐるみといった日常使いできる製品を販売。シルクは人の肌と同じタンパク質成分ということで、肌触りの良さが特徴です。いやー、これ本当に柔らかいですよ。なんか綿菓子を触ってるみたいな、そんな感じです。そしてこれ見えますか、この1本が本当に細くて、髪の毛より細いんじゃないですかね。とっても軽いです。これ触ってみると潤いがあって、すっごく撫で心地がいいんですよ。ずっと撫でてたいです。また訪れた人たちにシルク 100% で作られた手芸糸で編んでもらい、47都道府県でどれくらいの大きさになるかというチャレンジ企画も行われています。いろいろなシルクの種類をお触りいただけますので、うわこんなに気持ちいいのとか、こんなにサラサラなんだとかっていうお声は頂戴いたしますね。それ以外にも機能性として、夏は涼しくて冬は暖かいですとか、 UV カットの効果が非常に優れておりますので、そういったことも知っていただきたいなと思っております。出張販売はあさってまで高知蔦屋書店で行われています。